とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新となっております。攻略やっていきましょう。今回30回ね、結構長めですね。で、エンチャは、お、ポーションバリアついてる。お、輝きと火属性。お、あ、なんか、1階からさ、エンチャは素晴らしい。まあ、敵次第だね。どんなやつが出てくるんでしょうか。多いな。ちょっと待って、多くない？ちょっと、多い。敵が多い。OK。いや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 、これ、1階から結構きついぞ。よし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 、多いな。で、まだまだいる。ちょっと上にえらい逃げよる。ちょっと逃げすぎ。これで終わり。え、まだいるの。あー、いたいた。終わりか。あー、まあまあまあ難しくはないけど強いな。そのまま行きます。いや、これ30階は長えな。とりあえず15階ぐらいだね、まででちょっと一区切りつけたいと思います。おっ、こわっ、ちょっときついな。やべえ、ちょっと待て。いや、まずはさ、ここなんかしないと。おい、マジか。この前がやたら簡単だったからすっごい難しく感じる。いや、でもまあまあ、まだいけるよ、まだいけるよ。 OK、 これ絶対長いな。これ多分30分近くかかるタイプじゃない？嫌だな。こんな長いやつはね、あんまりやりたくはないんですよね。周回が厳しい。おーい、まだかい。 OK。 で、マグマキューブ、俺の嫌いなやつが序盤から出てくるっていうね、すごく嫌なステージ。おーい、よし、 OK、 終わり。ちょっと OK、めんどくさいステージが。なんなんこれ。パワーシェイカーでいきます。これちょっと先が思いやられるぐらいの嫌なステージ。まあまあ、矢はねたくさんあるんで、ちょっと弓のいいやつを入手したいところっすね。おーい、これきついぞ。敵が多い。いや、多くてもいいけど、もっとこう一気にさ固まって出てきてくんないかな。ちょろちょろ出てこられると長いのよ。 OK、 まだ終わりじゃないでしょこれで。終わり。いや、もうちょっとこう固まって出てきて。長い、長くなりすぎる。いいかな、そのまんま行きまーす。まだパワーシェイカーの出番はないね。エンチャントもなんか入れていきたいけどね、結構入れれそうなやつが多いんで、入れていっても面白そうだけども、いや、敵が湧くのが遅い、敵湧くの遅い。まあまあ、いざとなったら今回、ポーションバリアあるんで、そこそこいけるよ。ポーションバリアあれば。じゃあ。でも敵の攻撃力は、4階なのに、異常に高いかも。
で、次。あ、スケール変えようか。魔術師も悪くなさそうだけどね。まあまあ、スケールに変えて、ポーションバリア入れよう。OK。で、火力もちょっと欲しいか。いや、まだいい。火属性入れてもいいかな。どうだろう。入れよう。うん。そうそう。あと、ちょっとダメージで倒せるっていうことが多分、このクリーパーとかには、いやいやいや、ちょっとどころじゃなかった。まあまあ、ポーションバリアあれば、あぶねえ。ちょっと待って、ポーションバリアつけてそのダメージ。結構食らうね。これ、ポーションバリアなかったら、やられてたな。5回クリア、次。おお、スイフトストライカーか。珍しいね。バーストクロス。まだ弱いからな。いい。そのまんままだ行きます。パワーシーカーあれば、まあ、まだ行けるんで。大丈夫でしょう。なんかこんなね、長い感じのステージにするんだったら、このボスラッシュとかに、てくれればよかったな。よっしゃ、いいね。多いな、本当に敵が多いぞ。 OK。 いや、多いのはいいけど、もっとこうまとまって出てきてくれた方が戦いやすい。おお、ちょっとポーションバリア多すぎない？ポーションバリアばっかりだな。 OK、いきます。オーグはできればクールダウンの方を入れてほしいんだけど。オッケーオッケー、すごいな。オッケーオッケー、それぐらいそれぐらいそれぐらい一気に出てきてくれた方が楽。オッケー、多いな、すごいっすね、敵の数が。これで終わりか。はい、7回クリア。次、またポーションバリア、ポーションバリア多すぎだって。あー、フロス、あー、次ボスだわ。ヘビークロスボウで落とすか、フロストサイスでいくかだな。いや、落とせるかどうかよ、問題は。あ、落とせそうな場所で、ノックバックする敵だったら、さらに倒しやすいね。まあ、こんな感じでいくか。ちょっと残しときましょう。ノビとかだったらね、落とすけど。なんだ？二大会！あー、ちょっと待って、ガスだった。最悪。ちょっと待て。おーい、すっげえ嫌なやつ。あ、でも OK、 これで倒せる。おっしゃ、なるほど。ノックバックで、まあまあネクロマンサーは落とせるけど、まあパワーシェイカーで一気に行った方が倒しやすそうね。おお、いいね。あー、でも、軽減がないんだ。攻撃アップもない。うん、これじゃあいらないかな。何が来る？最初は。金細工か。こっちでいいね。スケールを上げていきます。スケールはもうポーションバリアのみのやつなので、金財布でもいいでしょう。はい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 、ちょっとエンチャ入れよっか。そうね、毒の雲でダメージ稼ぐ感じでいきましょうか。そこまでダメージは、ね、ないんだけど。よっしゃ、 OK、じゃない。おーし、なかなかの数だ。
よし、オッケー。それじゃあ倒せる。あ、弓がちょっとなんか欲しいな。終わり。次。あーなんだこれ。今回の防具すごいね。いや、うん、とりあえずこのままでいきます。すげえな、なんかすごい今回で。これ弓の毒の雲はまあいいけど、武器の毒の雲ちょっとイマイチだな。うん、まあ、ちょっと一応入れてみたけど、うーん、弓の毒の雲ほどは使えないか。 OK、 ちょっと待て、結構多い。しゃ、OK。で、これをクリアすれば、あ、もう、そろそろ半分いきそうね。終わりか。11件クリアー。流れ込む魂。火力もそこそこ。いやー、いいかなー。もうちょっとこのまま行きます。ああ、ここね。はいはい。ホースマンが12体か出てきたのが懐かしいな。おっ、ぶねえ。よし。お、いいね、いいね。あ、こういう動きの遅いやつに対しては、意外と効果高いぞ。うん。で、やっぱ普通で、よし、あの凍結が入ってるっていうのが結構いいね。 OKOKOK、 いいよ、いいんじゃない。12回クリア。ちょっとクリーパーの多いところでしたね。おーん、トルバー、いいね。ちょっとこれ地雷持っていこうか。地雷でいい。で、ここ、ここね、結構弓が欲しくなるような場所だよね。よし。OK。これ、なんか、中央で戦うと危なそうな気がするな。クリーパーがめちゃ出ててさ、危ない気がする。ああ、2回ダメージでしょ。ここのこの2回ダメージなんとかしてほしいよね。ああ、もうこの2回ダメージが相当食らうのよ。 OK。 おーおお、倒せるもんだね。初期の弓で。よし、あと3体か。 OK。ここはちょっと矢を忘れず取りましょうか。あるよね。13回クリアです。まあ、うん、若干は難しいけども、まだ全然いける感じ。後半が難しくなりそうね。あー、勇者のポーションバリアか。達人もいいね。あー、ゴーストリーもいいエンチャついてるな。どうすっかな。まだフロストサイズいけるんで、このまんま行こう。あ、ここ懐かしいな、懐かしいな。イオンモールみたいな場所でしょこれ。で、もういないのかい。ちまちま出る感じやめてくれ。よし、ネクロがまだいそうな気がする。おーい、すげえな、すげえな。よし、まだこっちにもいるんかい。ちょっと待て待て待て、えぐいな。よし、乗り切った。
まだ。あ、もう。そこ、あ、もう。そこは特攻して倒せばよかった。よし。終わり。14回クリア。なるほどね。まあまあ、ポーションバリアがなかなか必須な場所でしたね。傭兵いいな。変えよっかな。武器も別欲しいやつないんで、ちょっと傭兵にここでくら替えしていきましょうか。ポーションバリアと、雪玉かな。ポーションバリア3と雪玉3。これで、行ってみよう。で、弓も、そろそろなんかいいやつが、出てきてくれないかな。ちょっとそろそろ欲しいぞ。か、あ、もうダメージが全然足りないわ。ダメージが足んない。あ何してんの。これ矢自体はね、全然いっぱいあるのよ、今回。結構あるんだけど、これ生かしきれてないっていうのが、残念だなぁ。終わり ?15 回敵少な。あ、落ちちゃった。はい。まあ、とりあえず、これは長くなりそうなんで、ここで、終了したいと思います。で、次が16階から行きましょうか。コグが久しぶり出てきてくれた。ハープーンでね、押し出していくっていうのもいいけども、まあまあ、コグ、でもエンチャントがあんま良くねえな。まあまあ、とりあえずこれに変えてから、やっていきたいと思います。次は16階から30階ですね。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。